アーゲは株式会社アシッドのアダルトゲームブランド、オーバーフローおよびニトルプラスと共にチヨレンを構成している。株式会社アシッドのブランドには他にミラージュとファイアーゲがあり、ここではそれらも説明する。アージュの前身はレリックで元はコンシューマーゲーム系ソフトハウスで開発に携わっていたメンバーが独立してできたゲーム制作チームであった。当時は 螺旋回廊などの下請けを手掛けていた。当時のメンバーは、吉田という生き物、バカ王子ペルシャ、南風霊馬、スピンドリル、カルネオル、顔のない月、原画等の5人。当初、化石の歌と君がいた季節の2作がデビュー作として進められており、カルネオルが化石の歌の世界観構築、シナリオ構築を行っていたが、1998年後半に、 カルネオル個人の仕事量が多くなったことで、一人で独立して仕事をやっていける以上、その才能をチームの中に閉じ込めておく必要はないとの判断により、1998年末にカルネオルがレリックを離脱した。そのため、化石の歌の完成時期が遅れることとなり、当初は2作目として予定されていた、君がいた季節がアーゲのデビュー作となった。なお、 この離脱は円満であり、その後、アージュマニアックスイスミヨン姉妹最後の日、タシアブランド、ディーソの景色の向こう側などで原画を手掛けるなどの協力関係が続いた。そして2010年現在も、吉田とカルネオルは、ツイッター上で頻繁にやりとりを行うなど、良好な関係を続けている。カルネオルの離脱後、鬼畜人、タムー、ミヤダイクトンプソン、反重力生命、 まあなどの加入により、開発は新たな段階を迎えることとなる。レリックというチーム名は創立当時の5人のものであり、メンバーの構成が変われば別の名称にしなければとの考えから、アーゲというブランド名に変更された。ブランド名の由来は、ローマ字で、A、カタカナの、あで始まるのでブランド一覧で先頭の方で、目立つだろうというところから。また、 関連会社に株式会社アンカーがある。ファンクラブ限定当初は、吉田という生き物などの表記が中心だったが、君が望む永遠以降正当派的な泣き芸萌え芸を中心にリリースしており、また、ユーザーから感動の中流れるスタッフロールにふざけた名前があると、感動が半減するとの指摘もあり、吉宗孝樹などの比較的硬派な名前も名乗るようになった。そのため、 同一人物がいくつかのスタッフネームを使い分けている場合がある。いずれも年齢確認あり。関連企業、ありがとうございます。